これで軽食、お菓子、茶葉は揃いました。このままお茶会を開催することも可能ですが、もう一工夫したいところです。そういえば、アリスさん。こんにちは、アリス。シノ、リーファ、こんにちは。何かありましたか？キリト君からお茶会の話を聞いたので気になって様子を見に来たんです。どうですか？うまくいきそうですか？準備は順調です。このまま開催も可能かと。あら、そうなの？何か手伝えるならと思ってたんだけど、一歩遅かったかしら？いえ、実はもう一工夫したいと思っていたところで。何か考えてることがあるんですか？以前オベイロンに手伝ってもらった時、彼から紅茶に香草を加えるとさらに美味しくなると聞いていたのです。香草を、つまりハーブを紅茶にブレンドするってことよね。彼、確かにそういうものについては詳しそうよね。だったら私たちが今からハーブを取ってきますよ。それはとても助かります。ですが、手間ではありませんか？これくらいお安いご用よ。じゃあ早速行ってきますね。ありがとうございます、二人とも。どうか気をつけて。ハーブが採取できるなら、この辺りのはずよね。シノンさん、あれ！あれは、エイジ？大変、囲まれてるわ。シノンさん、加勢しましょう。ええ。どんな相手でも勝つ。シノンさん、援護をよろしくお願いします。これなら
ーロードする。あからが湧いてきた。これで全部ね。敵はリロード。この一撃必ず命中させる。じゃあ先に行くわよ。そこよ。敵を発見。これならそこ当てる。そこよ。やったわ。もうこの調子で行きたいわね。無事に戦闘終了ね。エイジさん、大丈夫ですか？怪我はありませんか？ありがとう。加勢してくれて助かったよ。予想以上に数が増えてしまって困っていたんだ。あなたがあそこまで敵に囲まれるなんて、
一体どうしたの？このところどうも調子が悪い気がして。それで調整のトレーニングを。数をこなせば少しは勘を取り戻せるかと思ったんだけど。なるほど、それで。とりあえず数をこなすところからっていうのはわかります。私も調子がいまいちな時は素振り1000回とかからやってみますし。僕もそう考えてね。ただどうも焦ってるみたいだ。引き際を間違えたよ。ところで二人はどうしてここに？アリスが名手のためにお茶会を開こうとしているの。それに使うハーブを採取しに来たのよ。だったら僕にも手伝わせてくれないかな。あら、鍛錬はもういいの？さっきも言った通り、今はどうにも冷静さを欠いているみたいだからね。それにさっきの礼もしたいから。そうですね、思い切って別のことをするのもいいと思いますよ。手が多いのは助かるわ。だったら一緒に行きましょうか。あのですね、エイジさん、私思ったんですけど。ん？なんだ？もしかして調子が出ないのって疲れてるからじゃないですか？いや、特に疲れてるとは思っていないけど。それ、今は集中力を多少保ててるから自覚がないのよ。私もそういうタイプだからよくわかるわ。そうなのかな。慣れない環境でトラブル続きだもの。疲労は蓄積すると思うわ。とは言われても自分ではちゃんと休んでいるつもりだったからな。これ以上どうしたら。エイジさんもハーブ入りの紅茶を飲んでみるのはどうですか？ハーブっていい香りがするだけじゃなくって、精神を癒したり疲労回復の効果があったりするんですよ。料理の香り付けに使うのは知ってたけど、そんな効果があるなんて知らなかったな。ブレンドによって効果も変わってくるのよ。胃腸を元気にしたり、体を温めたり、時には気分を落ち着かせたり、晴れやかにするものまで。ブレンドするだけでそこまで顕著な効果が出るものなのか。飲むだけで元気が出るなら試してみてもいいかもな。飲むだけで元気になる。そうだ、お茶会に出す紅茶も特製のブレンドにして、ネージュちゃんを思いっきり元気にしちゃうのはどうですか？ハーブだけじゃなくって、いろいろなものをブレンドして飲むだけで元気になるスペシャルな紅茶にするんです。そのアイデアはすごくいいと思うけど、でも紅茶に何を混ぜ込んだらいいんだ？シノンさん、何か心と体に良さそうなものに心当たりはありませんか？そうね、スナイピングって集中力がいるでしょ。だから普段摂取できるものでいいものがないかって調べた時に、ふむふむ、青魚が効くってあったわね。さすがに青魚と紅茶は合わないって僕でもわかるよ。そうよね。ほら、リーファは何かないの？あなた試合続きで疲れることも多いでしょ。私は剣道の試合で疲れちゃった時は栄養ドリンクを飲みますね。思い込みかもしれませんが、一気に気合が入る感じがして、もう一頑張りってなれますよ。へえ、栄養ドリンクって案外効果あるのね。成分がいいのかしら。人参エキスとか唐辛子のカプサイシンなんかが入ってるんですよ。元気になれるならそういうのを混ぜちゃうのはどうでしょう。それはもう栄養ドリンクを飲ませた方がいいんじゃないか。ですよね。そういうエイジさんは何か心当たりはないんですか？とは言っても僕は詳しくないしな。以前に飲んだり食べたりしたもので元気が出たと感じたものないの？飴かな。え？のど飴とかそういうものですか？いや、そういう効果があるものじゃない。以前僕が落ち込んだ時にユナが飴をくれてね。それを食べたらすごく元気になれたんだ。それはエイジにとっては特別に元気がもらえる飴だったのね。ああ、さっきも言った通り、飴自体は何でもない、ただの飴なんだ。元気になれたのは
ユナの気持ちに励まされたからだと思う。ってよく考えたら、これじゃ参考にならないよな。ごめん。いいえ、とても参考になったわ。そうですね。実際の効果も大事ですけど、一番大事なのは気持ちですよね。なんだか僕の話でそういう結論になったのは恥ずかしいけど、つまりネージュにとって一番いいのはアリスが彼女を思って用意したハーブや紅茶ってことなんだろうな。ええ、ここは VR だからハーブも紅茶もリアル世界ほどの効果はないかもしれないわ。でもだからこそリアルでも変わらないもの、ネージュを思う気持ちが一番の元気をもらえる特効薬かもね。気持ち、そうだな。それだけはリアルでも VR でも決して変わらない。そうですね。あと病は気からっていうくらいですし、気持ちは大事です。よし、アリスさんやネージュちゃんのためにもハーブを頑張って集めましょう。ところでハーブってどんな見た目なんだ？僕にはとても見分けられる気がしないんだけど。はいはい、データはこれですよたくさん集めましょうね。